はい、どうも楽しみにしてもらう時間ですよ。さあ行きましょう。今日はね、今日はいいですよ。ビッグトートガラシ、ありがとうございます。大好き、僕はこのカップルが、このコンビが大好きです。九州割烹熊本、あれあれ違う、福岡、あれしまった、大分、大分だったはず。しまった、九州九州ってのでね、えありがとうございます。素敵なお二人がいただきました。私がいただくのは、私じゃない、木島がいただくの。いつも木島木島って自然と、まあいい、まあいいです。目玉焼き大会でございます。目玉焼き大会でございます。ありがとうございます。私の今日のまかない朝ごはん昼ごはん合体は目玉焼き大会ポテサラ追加トッピングでございます。いただきます。でやすでやす、ファミリーマート限定です。ペプシ好きですね。いただきます。あーいいね、おいしい。あーいいね、おいしいね。あのこのペプシのね、炭酸が細かい感じわかります。コカ・コーラの大粒の炭酸の感じとこの違いわかります。どっちも好きです。どっちも好きなんですけど、結局は全部好き。いきましょうね。危ない危ない、食べます、食べます。まだ大丈夫でしょう。ここの目玉焼きをね、こっちに、ああそう、昨日ねお越しくださったあの九州割烹の二人、割烹になってるカップルの二人とも、この蓋をね、上手に上手に活用してくださって、やってくださってました。嬉しいですね。真似して、おいしい、カブトおいしい。真似してください。こうやって蓋に、便利です。うん、キャベツいいね、濃厚だ。ああちょっとだけ麺少なめにしたね。うん、今日も天才、今日も天才です。最高です。うん、いいよ、今日のポテサラもいいよ。なんでか意味がわからないけども美味しい、このポテサラと焼きそばのマッチ、マッチです。もうじゃあ、あー美味しい。うん、あ紅とかいいな。昨日いらしてくださった外国の方、ケチャップバンバンかけて最初から、あ目玉焼きにかけてたのかね。あそうかそうか、多分そうだった。でも美味しいって言ってくださいました。ありがとうございました。イギリスからいらしたとおっしゃってました。イギリスから来たとおっしゃってました。お願いします。不思議なもんだよね。なんだっけ、もう何の曲か忘れたからいいやもん。興味なかったものに興味出たりとか、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、天才、とうがらし文句なし、これです、こういうことです。うんうん、俺なら麺減らさなくてよかったな。もうちょっとお腹減ってきたんだけど、
はい、ミスター卵の湧き宮城木島ですけど、見えるかね、これ。お願いします。ちょっともうちょい。あいや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 、きっときっと日本の茶の間じゃん、きっと日本の茶の間では大騒ぎなんだ。卵は美味しい。控えめに言って。最高です。雨降ってるとね、確かに地下人増えるんですよ。ひな、あの、新中店。人が多くなりすぎて避難して下に逃げ出してくる人もいるみたい。そうするとあっちからの人が増えてきて、そうなんですよ。昨日本当にこの立て看板見て入ってきてくださったお客さんもいたかな、海外の方。やっぱりあっちからの方が海外の人多いな。でこっちからが日本人の方多い。当たってました。いいな。やっぱ合うわ。もう私は本当合うわ。こうやってかかってるわけよ。本当美味しい。東京近郊、あ、美味しい。お住まいなかった。浅草観光のついでに、浅草天才焼きそば入港堂で焼きそば食べなくてもいいです。あれだったら森本ちゃん、ぜひご購入ください。ぜひ。なかなか買えないですから、なかなか。絶好調ですよ、かなり。でも揚げ物全般合うし、もうちゃんの話よ。やっぱいいな。焼きそばにも合う。キャベツ、豚肉を、あ、これ前話したわ。豚肉を焼くソースの方ちょっと変えてみたりとかして、今日のこれはその変えてはいいけどっていうか、変えてさらにその量をね、どのぐらいの量でやるかというところでちょっと変えてやってみたんです。美味しいんだけどちょっと多かった。キャベツに対してソースの量が多かったです。美味しかったんですけどね、美味しかったんですけど、こんなかけすぎちゃいかんと、もったいないぞと、それに味も荒れすぎるぞと、皆さんが変更してね、味変して楽しむ余地を残していかんと。これは味、ソースを変えたところまでは正解。ソースの量多すぎでした。失
礼しました。言わなくていいこと言っちゃった。でも美味しいは美味しかった。そしてありがとうございます。お疲れ様。九州カップ今日も、はい、目玉焼き体験、浅草天才焼きそばニューコエダの天才焼きそば並盛り出汁からポテサラトッピング、あとはもう無料ので、そう今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。アンバーチャード